はい、こんにちは、レトスノーノです。7月14日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。最近よくこんなお悩み相談を受けます。今使っている学習教材ではよくわからない、通っているスクールの先生の講義ではわからない、大手通信講座を利用しているけど苦戦している、大手の通信講座を利用しても、またスクール予備校に通っても講座の教材や講義だけではほとんど理解できない場合が多いです。その原因っていうのは、教材や講義の中で理解すべき内容を教えていないからなんですね。そのためほとんどの方が理解できていないんです。じゃあどうすればいいのか。一つ方法があります。それは理解すべき内容をネットや専門書で調べるという方法です。権利関係であれば法律事務所や弁護士さんのサイト、法令上の制限であれば国土交通省のサイトとか都道府県建設業者のサイト、税金関係であれば国税庁や税理士さんのサイト、こういったもので調べると理解ができるようになってきます。ただ調べるのに相当時間がかかっちゃうんですね。これ実践してみるとわかるんですけども、調べるのが得意な方であったとしても、まあ、2時間勉強して10選択肢しか進まない。10選択肢で言うと、大問で言ったら2問もしくは3問ぐらいですね。まあそういったことも十分あり得るんですね。2時間勉強して2問か3問ぐらいしか進まないと、まあ、いうことです。そうなると今年の合格を目指すにはどれだけ時間がかかるのか、日数が必要なのか、1日あたりやはり5時間ぐらい勉強が必要になると思います。まあ、時間に余裕がある方であればこの方法でも OK です。もしそんなに時間が取れないという方は短期集中実力アップ講座がございます。この短期講座っていうのは理解すべき内容が解説に記載してあるんですね。具体例とか考え方、問題文の理解の仕方など、短期講座で勉強するだけで誰でも理解学習を実践していただけます。実際大手の通信講座に通っている方や、まあ、スクール学校に通っている方で弊社の短期講座を併用している方もいらっしゃいます。試験まで3ヶ月あるので、今からでも理解学習ができれば逆転合格可能です。今年絶対合格したいという方は、ぜひ短期講座ご利用ください。まだ間に合います。一緒に勉強して今年の合格目指しましょう。短期講座についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認いただけます。それでは本日の3問に入っていきます。A から土地を借りていた B が死亡し、借地であることを知らない相続人 C が、その土地を相続により取得したと考えて利用していたとしても、C は B の借地人の地位を相続するだけなので、土地の所有権を時効で取得することはない、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは×なんですけれども、ちょっと問題文確認します。まず B が死亡して相続人 C がって書いてあるわけなので、C が B の相続人なんですね。だからイメージとしては B が親で C が子供と、まあ、いうような関係ですね。で、まあ、親が A さんから土地を借りていましたと。で、B さん、親が死亡して C さんが、まあ、相続したという状況なんですね。で、賃貸借契約による占有っていうのは多種占有っていうんですね。これどういうことかっていうと、借りている人なので所有の意思を持っていないんですよ。つまり土地を借りているっていう意思を持って占有しているんですね。自分が所有しているという意思を持って占有はしていないということなんですよ。まあ、今回の問題土地なんですけども、例えばアパートを借りている人を考えるともっとわかりやすいです。アパートを借りている人っていうのは、そのアパート、自分のもんだとは思ってませんよね。あくまでもアパートを借りていると。借りて住んでいるって思ってるはずなんですよ。だからいくら占有を継続したとしても、所有権を時効取得することはありません。つまり、賃借人である B、まあ、今回で言うと土地の借り主は B さんですよね。まあ、先ほどの事例で言うと親ですよ。は、借りている意思を持っているから時効取得することはないんですね。所有権を時効取得することはありません。一方、相続人 C っていうのは、土地の賃貸借の当事者ではないんですね。死亡した B さんが土地を借りていたと知らない可能性もあるわけですよ。で、知らずに C さんがこの土地自分のもんだと思って占有する可能性もあるわけです。で、このように占有を開始した場合っていうのは、
所有の意思があれば取得事項の完成により所有権を取得することもあり得るんですね。まあ、これは判例です。この問題のポイントは取得事項の要件の一つである占有者は所有の意思を持っていること、これなんですね。もし所有の意思があれば C さんは土地の所有権を事項によって取得する場合もあります。なので本問は×となります。この部分ですね。 C さんは、土地の所有権を事項で取得することはないって書いてありますね。だからこれは×だということです。事項取得する可能性もあるので×です。それでは問い2です。建物の買い主 B が宅建業者であり、当該建物の近所に事務所を構えており、その建物に関する事項を熟知している場合、宅建業者は B に対して重要事項説明書を交付すれば、重要事項の説明を行うことなく売買契約を締結することができる、丸か×かという問題です。答えは丸ですね。重要事項の説明は買い主や借主に対して行わないといけません。ただし、買い主や借主が宅建業者の場合、重要事項説明は省略できます。これは本試験でも出題されそうな内容なので、絶対頭に入れておきましょう。で、問3に入ります。都市計画法です。地区整備区域が定められている地区計画区域内で、工作物の建設を行おうとするものは、市町村長の許可が必要である、丸か×かという問題ですね。これ以前の動画でもこれやった内容ですね。少し前に本日の3問でも解説した内容です。答えは×ですね。地区整備区域が定められている地区計画区域内において、土地の区画形質の変更、これ土地の造成工事ですね、だったりとか建物の建築、あと工作物の建設、これを行おうとするものは行為着手の30日前までに、つまり工事を始める30日前までに市町村長に届け出る必要があります。届け出なんですね、ポイントは。今回問題文は許可となっているので許可は不要です。だから×です。で、この問題間違えた方は、問題文しっかり理解できていない証拠ですね。しっかり問題文を読みましょう。ちなみにこの問題品質なので、先ほどの赤文字の括弧の部分ですね。覚えてください。この部分ですね。この2つのポイント、行為着手の30日前っていうものと、届け出先は市町村長なんだ、許可じゃなくて届け出なんだ、この点をですね頭に入れておきましょう。詳しい内容についてはちょっと無料の動画ではお伝えできませんので、短期講座の受講者様のみお伝えさせていただきたいと思います。そして短期集中実力アップ講座の特徴はこちらの動画参考にしてみてください。他の通信講座や予備校と何が違うのか、どうして短期間で実力を上げることができるのか、そこまで解説しております。今年あなたに絶対合格していただきたいと思っておりますので、一緒に勉強して私と一緒に今年の合格を喜びましょう。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。